ロシア製の SBM20 ライガー管を使ったライガーカウンターを一部改良しました。それはこの表示部分です。電流計を改造したアナログ表示に変更しました。このブレッドボード上の左上、この小さい部分が電源です。そしてここでのごちゃごちゃした部分が、カウンターの回路です。これはスピーカーです。これは検出カウンター用の 9V の電池です。これは 2.4V の電池です。高電圧を作るために使っております。それではスイッチを入れます。電流計の針が触れて元に戻りました。ここにウランガラスを当ててみます。これがウランガラスです。針が触れております。LED です。これはスピーカーの音です。ウランガラスを外してみます。一応左に戻って時々触れております。もう一度ウランガラスを当ててみます。このように表示されます。ウランガラスを外してみます。針が元に戻ってほとんどゼロになります。まあこのアナログ表示は非常に見やすいので、これを使った、ハンダ付けをやってみたいなと思っております。これの回路図はネット上で公開されていた、こちらの回路図です。ちょっと見にくいですね。これですね、デルビーさんのホームページから使わせていただきました。以上です。